つけ心地もつけてることを忘れちゃうぐらい、忘れちゃう、現状にとどまろうって思った時点でやっぱ後退してしまうんじゃないかなって思ってるので。よろしいでしょうか。そうですね、まあ、僕にとっては、まあ、常に憧れの対象でありますし、あとやっぱりその時々の自分の年代で記念として自分へのご褒美として、まあ、時計を買ったりすることが多かったんですけど、うん、まあ、そういう意味でも、まあ、僕の本当に人生の節目節目でやっぱりこう思い出も共にできる、うん、それからまあ男性としてこう、まあ、女性がアクセサリーをつけるのと同じように、まあ、腕時計をつけさせてもらうとちょっとこう気が引き締まるというか、うん、自信を持てるというか、うん、そういう意味では本当にこうある種の相棒でもあるのかなというふうに思ってます、うん、で一緒にこう時を刻んでいけるという、うん、本当にそうですね、サポーターであり相棒であるという、なるほど、ような感じですかね。そうですね、僕個人的な意見なんですけど、うん、本当にカジュアルにも合うし、うん、それからフォーマルにも合うっていう、うん、これどっちもこう対応できる、うん、かなりスペシャルな時計だなというふうに思ってます。つけ心地もつけてることを忘れちゃうぐらい、忘れちゃう、はい、うん、そうですね、本当にまあ、プライベートでも、うん、あとお仕事させていただく時のこう役としてもつけさせていただいたりとかすることがあるので、うんうん、それも含めてプライベートでも仕事の時でも常に一緒だったので、はい、本当に自分の一部になっているような気がします。先ほどおっしゃってたようにやっぱり男性ってそれほど女性ほどアクセサリーはないわけで、はい、やはりどうでしょう、お芝居をする時に小道具というか腕時計ってたまに使ったりとかしますそのそうですね、でも本当にその役に合う時計だったんですね。なんか今回は本当に偶然もあるんですけど、はいはいはい、なので常にちょっとやっぱりこう袖から見せているような状況は多かったかなという、うん、ね、覗いてましたね、ずっと。そうか、はい、でもやっぱりその役をやられる時っていうのは時計もやっぱり大事ですよね。自分のその演じてる時に、はい、やっぱこの時計なんだなというその TPO っていうのがあるんですね。そうですね、うん、たまたまなんですけどいくつも時計を持ってるようなちょっとこうリッチな役柄だったので、うん、そういう意味でも今回は僕の役も含めてサポートしてもらったと思います。そうですね、まあやっぱりこう現状にとどまろうって思った時点でやっぱ後退してしまうんじゃないかなって思ってるので、まあ、常に前に半歩でも前に、うん、で時にはやっぱりこう強い風でこう後ろに戻されちゃう時もあったりすると思うので、うん、まあ、それでも諦めずにチャレンジしていくことっていうことが、まあ、唯一自分にできることかなと思ってるので、うん、大変僭越ではございますが私がデザインした奥とプレゼントとして差し上げたいと思いますので、いいんですか、はい、どうか、無限の山下さんにとっての無限の時を想像していただければと思います。はい、ありがとうございます。うん、マットでかっこいいですね。はい、お誕生日おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。こんな素敵な、僕もちょっとこれで時にある種とらわれず無限に走り続けられるように頑張ります。すいません、ありがとうございます、はい、ちょっと